はい、どうも、クラワでございます。前回はですね、古竜の頂き、クリアしまして、今回ですね、ちょっといろいろ調べてたらですね、もう、ストーリーはね、これで終わりみたいで、あとは、まあ、エンディングプラス、今からね、行く、まあ、最後のボスプラス DLC ということで、まずはですね、このソウルをですね、捧げると。ソウル捧げていきましょうか。まず一つ目終わって、2つ目終わりました。3つ目ですね。ほんでラストここに戻すと。はい、戻しましたけど、あー、なんかひもりめさんが歩いてきましたね。話しかける。The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen one, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lords' embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire.了解。Noble lords of Cinder, the fire fades.And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. かがり火を灯す。これ無縁墓地のところかな。あ、いや違う、全く別のところですね、これはね。おー、メッセージも、ここからが本番だね。よかんすか、通級万歳。この先ジャンプが有効だ。そいつはすげえや。かがり火がありまして。うん、かがり火じゃないだと。うん、最初の日だと。また別のとこなのか。吹き溜まりに向かう。また別のとこなんですね。ここがかがり火か。かがり火だと思うんです。
かかれるよと思う。え、なんかまた別のところに来たけど、吹き溜まり、え、なにこれ。話しかける。Oh, you're... I thought that clamoring thing. What is it you want? I've nothing for you. No. Yoga. Well, that came up. You think an old st- item これ。え？汎用のライト。カット会長。カット会一応じゃなくて、どこよ？これ DLC じゃないか。ちょっと待って、これはいかん。転送、吹き溜まり。これ絶対 DLC だな。ちょっと違いますね。あー、DLC だな。ここ雪原も DLC ですもんね。危ねえ。危なかった。ここに行くと DLC のところに行くんですね。これは、知らんすね。知らんすねというか覚えてないですよ。まあ行きましょうかね。おお。うん。なんという世界観。ここがボスですね。うわ、かっこいいですね。うん。さあ、ボス戦ですけど、まあ、ファランで、ちょっと、まあ、多分やられると思うんでね。まあ、行きましょうかね。王たちの化身。もう一丁回復して、やべ、ん、日を戻ったか。うん、なんと、危ねえ、回復、間に合った、なんと回復、避けて、ん、持ち方を変えた、魔術タイプか、危ねえ、早い、なんと誘導してくるタイプ。これが厄介ですね。さあ、これはやばそうだ。第二形態か。なんと、こんなことある。
あぶねえ。よ、4回食らったらやばいぞ。全回復しといて。なんと、これはきつい。回復して。あぶねえ。なんちゅう攻撃それ。全回復して。うーわ、危な。帰って。危ねえ。これが危ない。うん、オッケー。もう一段階あるか。もう一段階ありそうですね。え、王たちのそれ終わり。あれ、もう一段階なかった。一応全回復しとこうか。一応全回復しとこうかっつって。ひもり目を召喚する。始まりの火を継ぐ。ちょっと待て。ちょっと待て。一発でいけたけど。ひもり目召喚してもう一回戦う？いや、でも、ソウル手に入ったもんな。もうちょっと召喚しましょうか、ひもり目さんを。はい。First flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness.Like embers linked by Lord's Pass. Ashen One.Hearest thou my voice still?
うん。はい。帰ってまいりました。まあそのままね、エンディングロールを見て、2週目を始めますかという、問いがあったんですけども、まあいい絵にして、まだ DLC はね、ちょっとやってないので、やってみたいと思います。というか、終わったよ。マジで。はい。まあそんなわけで、本編のね、ストーリー部分は、一応これでクリアで、終わりとなります。私もね、ちょっとね、ハマってしまいましてね、途中から、ファランの城塞ぐらいからね、ちょっとハマってやってましたけど、楽しかったっすね。一応、この後ね、DLC を行こうと思うんですけど、DLC がね、まだね、2つしか見つけてなくて、まあ、それも調べてね、やろうかなと思います。DLC ちょっと見てみます？どこから行けばいいのかわかんないんだよな。ああ、2周目のスカイ始めるのはここにあるんですね。ですね、これだ。雪原がまず一つ目でしょ。で、さっきの吹き溜まりが一つですよね。うわ、どっち？まあ、わかんないですけど、まあ、またやりますよ。一応ね、配信されてる分はね、全部やろうかなと思っております。またね、DLC やってると思いますので、もしね、見かけたら、また見ていただければ嬉しいです。では、ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。